はい、皆様こんばんは、9月7日月曜日、254回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝からですねどんよりした、お天気でですね、日中ちょっと雨降ったりしてますね。今もなんかちょっと変な感じなお天気でございます。そんな松代でございます。さて今日のゲストをご紹介いたします。東城にはですね、こういったその真っ白焼きの窯元がですね3軒ほどございます。その中の1軒ですね、松代強運焼き、欅窯のですね中村剛さん、喜山さんとも呼んでいらっしゃるんですけども、この方においでいただきまして今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、東城の地図を見ていただいて、欅窯さんの場所ですね、ちょっと小さいですけれど、一応まあここですね、こういう町歩きセンターからですね東に向かって、車で行ったらそうですね10分まではかかりませんけれどね、こちらの、欅窯さんってね、ここでこのちょうど角っこにありますね、そこから今日はおいでいただきました。さてですね、工房の名前の由来っていうんですかね、ちょっと教えていただきたいんですけども、松代強運焼きっていうのでちょっとこういう格好のいいあれを持ってきていただきました。はい、これ強運焼きですね。この由来みたいなことをちょっと教えていただけますか。欅窯のね、はい、いや欅窯って私のうちの入り口に、はい、太い欅の木が2本立っていて、うんうん、その根っこのところに、はい、すぐ近くに窯を作りましたので、はい、これですね、ええ、はい、これ昔から私のうちのシンボルの欅でして、これですね、ええ、200年ほど経っているようですが、うんうん、結構大きい太い木でしたね、ちょっと大きいですね、うん、ただそれで、欅窯と単純に付けた、はい、ちょうどこの何ですかね、林っていうかね、これの、こちら側ですね、東側の方にこういった窯があるという形ですね、はい。それからですね、松代、強運焼き、はいはい、これはどういうあれでしょう。これはね、うん、この今の上り窯がね、はい、私のうちのあんず畑の中に、道を隔てて、はい、作ってあるんですよ、そうするとね、そのあんずの花が咲き出すと、うん、はい、あの大地、はい、一面がピンク色のアンズの花で、うん、はいはい、アンズのピンク色の雲の中に、うん、俺の窯があるぞということでね、うん、私の絵の師匠が、はい、強運焼きという名前にしろと、うん、本当は強運窯としろって言ったんだけどね、はいはいはい、窯の名前はもう先についてたもんだから、あ、なるほど、強運焼きという名前に付けさせてもらったんです。あ、そうです、はい、まあこれいいですよね。あんずは綺麗だよね、4月の10日前後 ね、 そうだね、はい、朝早く行けばこれ北アルプスパッと見えるし ね、 いいですよね、いいとこに住んでらっしゃる、はい、ありがとうございます。これでですね、まあこれなんか前は先生だっておっしゃってたんですよ、中学の教員からスタートして、はい、その後高校で、はい、ずっと58までやってました。やってました。なるほど、ね、はい、で絵もやってる、そもそも絵が先なんで、絵が先なんですかね、はい、これも、ね、焼き物は途中からだからね。あ、そうですか、はい、でこれもねちょっと絵を描いていただいて、これも展示場なんですけどね、はい、ちょっとやってもらって、写真撮らせてきてもらえてましたけどもね、まあちょっとですね、一室って言えばおかしいけども窯と絵とってねちょっと面白いなと思いました。まあ絵はね、はい、ずっと長くやってて東京へ出品してたからね、はい、ああそうなんですか、だから絵と焼き物と、うん、両方ね、検定なんかには両方出品してました。よく時間作ってできましたね、その頃はまだ女房が元気だったからね。あ、なるほどね
今は自宅行ってこういう展示場の横を見るとこう母屋ですけど、はいはい、大きなあれでしたよね。もともと何をやってらっしゃる。養蚕の大農家だったんだよね。あ、そうだ、東条はそうだね、養蚕すごいですね。あの扇状地全部桑畑だったからね、うんうん、私が子供の頃はね。なるほどね、はい、おかいこさんって言ってましたもんね。はい、でこれだと、これだともうあれだね、相当大きいとなると春夏秋、3つやっちゃうんですか。3回やっちゃう。春夏秋とね、うちの中中全部かいこだらけでした。なるほどね、はい。で中村さんのお宅っていうのもちょっと聞いたら、これ中村秀家の実家だっておっしゃってね。はあ、ええ、私の祖父になりますね、はい、秀家は。はい、でこういう本出したのはですね、誰が出す、私の姉、お姉さんが出した、はい、やっぱりお姉さんもこういうなんかあれですかね、こういう本っていうか、全然関係ない。まあ大学は文学部出てたからね。はい、それでね、うん、俺にその秀家の記録をまとめろと、うん、せっかく秀家がいるのに何にも残さねえってことねえじゃねえかっていう話で、ね、何回か言われたんだけど、とてもダメだと、うん、そしたら私やるわってんでね。あ、そうですか。牧水の実家へ行ったりね、うん、牧水記念館へ行ったり、もう日本全国いろいろ牧水の資料を探し歩いてね、3年ぐらいかかったのかな。あ、そうですか。ここはね、なんか走り書きっていうので、これ秀家の和歌山牧水という歌人の友人としてもあると教えられたって、これ中学1年生の時でっていうのは中村さんのことなんですか。だと思いますよ、うん、はい。だからそういう形で一晩中お酒飲んでたなんて感じ。はいはい、まあね、話は聞いてるんだけどね。なるほどね。まあそういった本当に一晩中飲んでたようですよ。はい、だからまあ飲んでるっていうのもあれだけども、やっぱりお百姓もやらなきゃいけないけど絶対やらなかったってことだね。みんなに秀家は、うん、百姓ね、うん、嫌いじゃなかったんだけども。あ、そうですか。牧水が来るともう、あ、そっちの方行っちゃうんですかね。どうしてもダメで。あ、なるほど。牧水にどこまででもついていっちゃうというね、惚れ込みようだったようですよ。なるほどですね。3回くらいうちに来てるようだけども。あ、そうですか、はい。これあれですね、今ちょっと話は違っちゃうけども、中村さん家のこの展示場っていう形で、はいはい、この間ね行って写真撮らせてきましたけど、はい、ここもあれですね、そこも蚕の産室だったんです。なるほどですね、はい。まあ、これ見るといろんな、まあ、この長いのやってる、こういうのは何になるんですか。それはね、うん、ほとんど県展や北進展やね、うん、展覧会の出品用。こういう小さいものじゃ展覧会出してもダメなんだよ。あ、そうですか。今ね、うん、展覧会というとこんなのっきりみんな出てくるからね。だから展覧会出品用にね、年に数点この大きなの作るんだよ、はい、なるほどですね。まあ、これもあれですね、ちょうど中村さん言ってたの横からちょっと撮らせて、はいはい、いろんな種類あるじゃないですか。いろんな赤いから色があって、色がね、これ楽しいじゃないですか。これ私の焼き物の特徴かもしれない、うん、とにかくいろんな色を出して楽しみたいっていうのが私の、そっか、うん、焼き物の制作だからね、はい、やっぱりその色の楽しみですかね、やるっていうのは。そうだね、焼き物、それでね、うん、ここ一年中戸を開けてあるもんだからね、年に何人かポツンポツンと来る、遊びに来てね、うんうんうん、はい、で私ども夫婦畑行っちゃうから、うち空っぽで、ここで見て帰っていくだけなんだけどね、うんうん、だからね、私ね、もったいないと思うんです。いい、なんかこれなんて言ったら、なんかこういうね、ノートがあってそこへ書いていくけども、なんかこういうお金入れてもいいよみたいなあれをやれればいいかなってちょっと提案したいんだけどね。ありがとうございます、うん、せっかく来て買わないで後ろ見たらお値段貼ってあるけど、じゃあどうすればいいのって、それで帰っていっちゃったらもったいないかなと思って、せっかく来たのに、ね、だから今度はちょっとなんかちょっとかっこいいやつ入れて、そこへお金入れてってもらうようにしてもらった方がいいな。はいはい、はい、ね。まあ、これもあれですね、ちょっと2階って言えば中2階みたいなところちょっと見させていただいて、はいはい、こういう、これは何ですかね、こういう白いのだと、ここ、これそこは、うん、この
場所はね、うん、お茶の、茶の湯の道具を作ったんですか。作ったの、うん、まあ女房がちょっとお茶やってるもんだからね、ああ、作ってちょうだいっていうんで、お茶に使う茶碗から、はい、蓋置きからね、水差しからいろんなお茶に使う道具を作って展示してあるんです。なんかこれ中二階全部そうでしたね。中二階全部そうです。そうですね、はい、これでもあれですかね、この、作るのにその上薬っていうのあるじゃないですか、こういう上薬どういうあれですかね、なんかそちらにあるのちょっと言ってなんか説明していただければ、あの瓶でもいいですけど、どういうあれですればいいかちょっと説明していただいていいですかね。上薬っていうのはうん、必ずなくちゃいけないのが、肺なんだよね。はい、何の灰でもいいんですよ。そこらにある雑木を切って、それを灰にしたり、何の灰でもいいんだけど、灰がないとこの上薬にできない。なるほど。で私はこれ杏をたくさんね、作ってるもんだから、杏の剪定した枝を、1月2月に剪定して、はい、消防署へ届けといちゃ、毎年、畑の隅で山のようにそれを枝を全部燃やしちゃうの。なるほど。そして灰ができたところで、灰の中へ、大きなこの樽の中へ灰をみんな入れてね、水をどんどん入れて、はい、一晩置いとくと上へ茶色のアクが出る。そのアクはいらないから捨てちゃう。はい、でまた入れて1週間ほど繰り返すんです。繰り返してもう茶色の水が出なくなった状態で上薬になるわけ。なるほど。そのアクは絶対必要ないからね、この焼き物には。じゃあそれを何こうやって何か混ぜたりするんですか。それをね、細かいふるいにかけて細かくしてね、そこへ蝶石というガラス質の石の粉を入れて、それで、上薬で、器につけて、はい、3日やか乾かして、はい、いっぱいそういうのを作っておいて、はい、釜の中へ入れて、はい、1250度ぐらいで焼くと、はい、こういうのができる。でリンゴの灰を使ってる人もいるし、栗の灰を使ってる人もいるしね、何の灰でもいいんだけど、私はあんずがほとんどなんだけどもね、そのアンズの灰の中へどうやって色をつけるかと、はいはい、アンズの灰をただドボンとつけた木じゃ透明なものができる木だから。あ、なるほど。そこへ色付けて、そこへどうやってどんな色を作るかと、うん、はい、そこでいろんな鉱石を入れるんだ。この青いのは、コバルトが入ってる。向こうの赤紫は、はい、炭酸銅が入ってる。銅が入ってる。銅が、この花瓶の下の黒茶色いのは紅柄、いわゆる鉄分が入ってる。その中へ入れる鉱物によって色が様々、みんな違っちゃう。それで上薬を自分で調整して、作っていくんだけど ね、 なるほどね。これはね、もう焼き物やってる人は一生の研究だよね。そうですか。どういう、その都度その都度違うですか。その都度違う、これは。なるほど。同じものは全然できないってこと。微妙に違ってくる。なるほど、ね、それでね、うん、困るのはね、うん、そのアンズは炭酸銅の消毒するでしょ、はい、ね、それを切って燃やすでしょ、うん、どうしても灰の中に銅が残っちゃうの、うん、だから銅はそのまま入っていても、うん、薄い赤っぽい色が出るんだけどもね、その時のかかった消毒の量や種類や残ってる量によって、もうその作った灰が毎回違うんだな、ね、どうしても。まあそろそろ時間ですけども、はい、これからあれですかね、中村さんどういうような形でそういうあれ釜の方をやっていこうと思ってます。まあ釜は体の通過にやりたいんだけどね、はい、うん、なんお百姓さんも忙しいって言ってる、だから百姓、ぶどうの出荷が全部終わったあと10月の半ば頃から、うん、
1月2月3月の間私がこれを作る時間があると若干、はい、じゃあこれから本番っていうことですね。そうです、これから本番です。はい、今少し作り始めましたが、まあ、そうですか、はい、分かりました。まあ、あの体に気をつけてですね、はい、ありがとうございました。頑張ってやっていただければいいかなと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いやいや、いいお話でよかったですね。あ、そうですか、ありがとうございます。いや、 やっぱりね、その、うん、焼き物ね、うん、全然分かんなかったんだけど、うん、勉強になりましたね。そうか、俺もそう。いやもう、あ、そうやって作るんだ、ああいう色が出るんだって、うん、もう勉強になりました、ありがとうございました。いいえ、はい、はい、ということで、お知らせを。はい、ですね、はい、今度は60回のね、マッシュル10万石祭りってやるんですよ。60回、マッシュル、五条家大市っていうのもねちょっとやるんです。うん、でね、出展者を募集してます。9月25日まで、うんうん、これね、真っ白商工会議所の中にね、あのあれですね、実行委員会があるんで、そこでもって、募集してるので、なるほど、はい、ぜひ参加していただければいいかなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それからこれは、それからね、これ前に言ったかな、やったですかね、思わせぶりな女たちっていうので、あそこ池田正夫美術館、なるほど、はい、これもね、うん、今7月18日から12月8日まで、ね、一応やるよ、やってますんでね、ぜひ、まあ、見ていただきたいなと思います。ね、近代美術、ね、いいですよ、お願いします。ぜひお見てください。ということで、来週の予定は、はい、来週は、はい、あ、宮坂さんですね。え、宮坂さんでよ、うん、なんか、あのあれだよ、新規オープンしたゲストハウスだって書いてるよ。いや、うん、まあ私は女将、女将なんて書いてる、女将、おかみ、女将、女将、おかみだね。そうそう、あそこはね、私何回もね、利用してるんですよ。うん、あ、そう、ええ、酒飲み行くとき、それもあるね。あったあった、あったね。あのね、うん、あそこでね、うん、星空バーかな。ああ、そう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 。あの、うん、ライブやったんですよ。うん、いや、素晴らしかったな。そうですか。お酒も美味しかったけどね、うん、あのライブも良かった。もう、あれやりました、宮坂さんも。俺はやらなかった。俺は聞く方だった。あ、そうかね、残念だったな。お酒飲んで聞く方だったんで、ね。あ、そうかね。でも本当にね、良かったですよ。これはじゃあね、ぜひまたいろんなお話が聞けるかなと思いますね。多分そんなお話も聞けるんじゃないかと。そうですね、はい、じゃあまあ来週ね、格安でね、いいですよ、あそこは。うん、まあそういった話もね、聞かれればいいかなと思いますね。で、私なんですか、これは。うん、だから宮坂さんって書いてあるよ。あ、宮坂さんじゃないの。宮坂さんって書いてあるよ。私本人聞いてないんだけど。そう、そう、え、大丈夫でしょう。そうですか。うん、もうみんなあのお話ね、あ、同じ仲間うちだし、ね、うまく聞いていただいて、はい、はい、やっていただければいいかなと思います。はい、よろしくお願いしますね。まあ、キャのなんだ、うん、パーソナリティはわからないけれども、宮坂さんで、はい、お楽しみに。そうですね、よろしくお願いします。はい、